さあ強烈なユニットが結成されました。その姿を今表します。さあ、1たす1が3にも4にもなる高タッグ、今日もあうんの呼吸を見せつけていくのでありましょうか。頑張れー、頑張れー。タクマッチ45分一本勝負を行います。青コーナー、行けよー。エディットレスラー、頑張れー。行けー、頑張れー。エディットレスラー、行けー。ガンガン行けー、頑張れー。赤コーナー、頑張れー。エディットレスラー、頑張れー。エディットレスラー、頑張れー、頑張れー。レフリー田山マサ、運命のゴングが打ち鳴らされました。さあ桃田さん、正直見どころはどういったところになりますかね。そうですね、互いに今日は負けるわけにはいきませんからね。最後はもう意地と意地のぶつかり合いになるんじゃないですかね。そうですか。さあではそのあたりを注目してまいりたいと思います。ローを打ち込みます。足を抱えます。テイクダウンを奪います。腕を決めて袈裟に持っていきます。掴みます。キックで返します。掴んだ、張ります。高周波数の音が館内に響きます。フロントに捉えます。フロントからスープレックスに転じます。顔面を締め上げてまいります。ロープでブレイクしました。抱えます。肘を打ち込んでまいります。あ、この辺り気迫がすごいですね。そうですね、いい顔してますよ。スイッチしてまいります。クラシカルな技を繰り出してまいります。膝を殺してまいります。アウト、エルボー、膝へのキックです。バックを取ります。エビがためで押さえ込んだ。肩が上がります。乾いた音が館内に響きます。切り返します。リング
上はキャメルクラッチの体勢です。組み合います。両者ともお互いの力量を探るような展開ですね。これがまさにプロのレスリングですよ。こういうのをよく見てほしいですね。あ、そうですね。足攻めに転じます。掴みます。ハンマーを振りかざします。ショルダータックル。腕を取ります。腕を狙ってまいります。ロックアップ。フライングメイヤーで倒します。スリーパーに捉えます。ロープブレイク。蹴りを見舞ってまいります。組みに行きます。あと返します。行くのか。返してまいります。汗がミストとなって飛び散ります。ヘッドを打ってまいります。全身でぶちかましてまいります。呼吸を整えています。リング下に降ります。腕を捉えます。逆に返します。バックに回ります。足を殺してまいります。エルボーを入れていく。蹴っていった。もうこれは無酸素状態でやってますよ。はい、まさにレスリングハイですね。リングに戻ります。リングに戻ります。ここでスイッチ。頭を掴んでエルボーを打ち込む。小股に挟んだ。エルボー強烈。バックを取って足を狙っていった。ロープに振って、そのまま足を取った。足を取った。あっと、そのまま倒していった。足を打ちつけていった。すごい顔で打つ。あっと、エルボー。キドクラッチ、キドクラッチ。ここは連続で持っていきたいですね。ここで自分の中に持っていきたいですね。ここはチャンスですね。そうですね、ここは一気に攻めるしかないですよ。足を殺していった。ガチッと組み合った。アバルス式のタックル。ストンピング。そのまま足を決めていった。キック。ローを打ち込む。いけるか。逆に振り返して、エルボーの連打。フロントキック。重い逆水平だ。あと、うまく切り返した。組み合った。ロープに振った。いや、今のは綺麗に入ってますよ。首をかっ切ったか。立たせていく。逆に返した。抱き起こす。タックルぶちかわし。おっと、急所を打ち据える。蹴り上げていく。ガチッと組み合った。ラッシュスイープ。かわず落とし。ここで持っていくのか。カウント2。返しました。腕をフックした。あっと、逆に丸めていった。岩壁の母の胸に抱かれました。組み合った。あと、逆に
り倒した。そのまま締め上げる。ここでタッチだ。さあタッチ、いけるか。そのまま倒していった。読んでいます。まさに読み切り小説。カウントは2つ。足を抱えた。後頭部の前陣。起こした。足を抱えた。ドラゴンスクリュー、膝をねじった。さあがっつり決まった。これはちょっと苦しいですね。逆水平、いける。強烈に締め上げる。ハンマーパンチ、強烈。どうか。カウント2つ。惜しい。抱えた。バッと返した。ドラゴン行くのか。おっと、そのままコマンド式で持っていく。蹴り上げていく。張り手、サイドを取った。エルボーを打ち込む。ショルダータックル、投げ倒し。ここでタッチだ。張った。組み合った。あっと、投げていった。すごい音がした。無人島に漂着してしまった。見栄を切った。ウルネルソンの体勢、締め上げていった。ミミズバレになる逆水平。逆肩エビで一気に決めていった。あっと、引いてきた。フットスタンプ、踏みつけ、引き起こす、キック、立たせていく。ここでスイッチ。20分経過、20 minutes passed。足4の字固め、プロレスワードのイルハを繰り出す。足を取った。ナックルを打ち込む。足を取った。ドラゴンスクリュー、すごいねじれだ。片エビに持ち込む。どっから来るんですか、この力は。そうですね、意地じゃないですかね。もう気持ちだけですよ。
お客さんが足を踏み鳴らしています。ものすごい重低音バズーカ、おーマックスブルテージ、うわー危ない、カウント2であります。ここでスイッチ、足を殺していった。ドロップキック、的確であります。エルボーを入れていく、ガジェット組み合った、弓を引く鉄拳、チョップ強烈、エルボー強烈、抱き起こす、あっと切り返した、エビに固める、トゥーカウント、まだ足りません、あっと逆に腕を取った、あっと返していった、決めに行くのか、あっとライアット膝を狙っていった、フロントキック、ガジェット組み合った、ロープに飛ばした、キッチンシンク、グーの鉄拳制裁、足を抱えた、あードラゴンスクリュー、あと逆に切り返した、グラウンド状態からナックルを入れていく、おっと外した、首根っこを掴んだ、あっと逆に蹴っていった、抜くのか、あっと逆に返した、引き起こす、フロントに捉えた、させません、掴んだ、あっとキャッチした、バックに回った、あっと急所攻撃、このポーズ、トップロープを奪う、ジャンプしろ、フッカーだ、ローザ行くのか、ローザフライト、北斗原爆がため、ロープブレイク、ブレンバスター行くのか、あっとバトンアロー、ロープに逃れた、ストンピング強烈、フィニッシュ宣言か、起こした、肉体を躍動させる、腕を回した、ブレインバスターで叩きつける、さあタッチ、さあマンジがための体勢だ、ここでロープブレイク、いけるか、あっと返した、引き起こす、ドラゴン行くのか、あと逆に切り返した、
3つは入りません。ここでタッチだ。小脇に抱えた、外した。弓を引くナックルアロー。まずここでゴングが乱打されます。さあ、南海サモアの野獣、屈強な肉体を誇るこの男が入ってまいります。異様な雰囲気が立ち込めてまいります。館内はボルテージ最高潮であります。ガンガン行け、頑張れ。シングルマッチ30分一本勝負を行います。青コーナー頑張れ、エディットレスラー、ガンガン行け、頑張れ頑張れ頑張れ。赤コーナーレフリー田山正夫、頑張れ。運命のゴングが打ち鳴らされました。さあ桃田さん、会場はもうすごいボルテージなんですがね、一言お願いします。そうですね、この熱気すごいですからね。まあ当たり前なんですが、いかに冷静に試合を運べるか、それがポイントになると思いますね。ありがとうございます。抱えます。
フロントからのキック、ブレンバスターに取ります。蹴ってまいります。組み合います。あっと倒します。膝を殺してまいります。蹴りを見舞ってまいります。キックを打っていきます。組みに行きます。グラウンドに持っていきます。的確なドロップキックです。モンゴリアンタップ強烈、行くのか。ボディスラムで投げてまいります。ニードロップ急降下、ロックアップ。あのね、技っていうのはたくさん出せばいいってもんじゃないんですよ。一つの技を大事に使うことがある意味プロとして大事なんですよね。ああ、なるほど。ローリングセンター、おっと逆に捉えた。レッグロックに持っていった。ロープにブレイクしました。行くのか。逆に倒します。ニードロップ、組みに行きます。さあ、まさにレスラーという雰囲気をオーラのように醸し出しておりますこの男。アスノでも程よいと思われるその背中はまさに五光が差しているかのようであります。さあ、今宵はどんなファイトぶりを展開していくのでありましょう。注目であります。キックを打っていきます。ロックアップ、ロープに振った。バックフリップに取ります。馬乗りからナックルを入れていく。蹴ってまいります。組み合います。顎を打ち据えてまいります。ニーを落としてまいります。行くのか。ネックブリカードロップで落としてまいります。キングコングニードロップ、組みに行きます。バックを取ります。逆に切り返します。足を狙ってまいります。強烈ダブルに掴んだ。あのね、こういう投げ技を見ると痛そうだなって感じると思うんですが、顎を引いてきちんと受け身を取ってますからね、そういうところをよく見てもらいたいですよね。なるほど、そのあたり注目してまいりたいと思います。間を取っています。組み合います。あっと逆にパワーボン、無人島に漂着してしまった。ロックアップ、あっと返します。容赦のないキック攻撃です。2位を落としていく。手先にチョップ、ガツッと組み合った。場外に落とした。打ち込んでいく。あっと鈍い音がした。抱えた。あっと逆に投げていった。2位を落としていく。リングに戻ります。リングに戻ります。打ってる方も辛いはずですよ。はい、放っていくのか。あっと一回転して飛んでいった。すごい音がした。モンゴリアンチョップ、トップロープを奪う。ダイビングヘッドバット、3つが入りません。エクスプロイダーの体勢、ストバックに突き刺さった。組み合った。場外に落とした。10分経過、10ミニットパス。あっとプランター、抱き起こす。巻き投げで切り返した。引き起こす。あっと逆に脇固めで切り返す。
いけるか。リングにお気をつけください。このポーズ。浴びせていった。組み合った。あっと切り返した。腕を固めて丸めていった。トゥーカウント。張った。出すのか。脳天下手が打ちつけたか。エクスプロイダーいけるか。今危なかったですね。そうですね、危なかったですね。逆肩エブで一気に決めていった。ロープに逃れました。エルボーで切り返す。さあ担ぐのか。バックに回った。エルボーで返す。フィニッシュに持ち込むのか。巻き投げで切り返した。立たせていく。腕をフックした。あと逆に切り返した。ロープに逃れた。いけるか。あと逆に返した。起こした。腰に手を回した。あとリバースの DDT。そのまま浴びせていった。ロープブレイク。抱えた。あと逆に丸めていった。ここでロープブレイク。15分経過。15分組み合った。あと返した。決めに行くのか。エクスプロイダー。いけ。あとうまく切り返した。ここからは大技の 2,3 発持っていきたいですよね。ロープに振って。逆に返した。丸めていく。カウント2.9。重点は行こう。組み合った。倒していった。抱き起こす。バックを取って固めていく。岩壁の母の胸に抱かれました。ブレインバスター行くのか。ブレインバスターで叩きつける。引き起こす。いけるか。あと逆に倒した。ここで持っていくのか。出すのか。読んでいます。まさに読み切り小説。ここでロープブレイク。エクスプロイダーの体勢。エクスプロイダー首から落下。ロープブレイク。ロープブレイク。ギロチンドロップ。強烈。ガチッと組み合った。あと逆に投げていった。まさに一瞬も目が離せないという予想以上。カウント3が入りました。We'll be right back.
ております。行けよ行けよ。シングルマッチ30分一本勝負を行います。青コーナー頑張れ230番のミステリーマン頑張れ。赤コーナー頑張れ。エディットレスラー頑張れ。レフリー田山正男頑張れ。さあ、運命の鐘が鳴った。実況席には桃田さんをお呼びしています。さあ、両選手の眼差しご覧になってどうですか。そうですね、この舞台でね、プレッシャーをどうエネルギーに変えていくか、そのあたりが重要だと思うんですけどね。なるほど、すごいプレッシャーをひしひしと感じますからね。組み合います。逆に振り返して、あと逆さずりにしてまいります。フロントからのキック。ここまでの戦い振り返り、ご覧になっていかがでしょうか。これはまだ五分五分ですね。そうですか。ロックアップ。ロープに飛ばした。全身でぶちかましてまいります。切り返します。ランニングしたらエルボー。リング下に降ります。行くのか。フライングメイヤーで倒します。まあレスラーは常に怪我との戦いだと思うんですけど、プロとして怪我というのは失格ですよね。要するにファンの期待を裏切ることになりますからね。そうですね、確かに怪我というのはしょうがない部分ですけど、プロのレスラーですからね。その通りですね。テイクダウンを奪います。抜けてまいります。蹴りを見舞ってまいります。腕をブレンバスターで切り返します。リング内に戻ります。派手さには欠けるものの、この基本に忠実な試合運びには定評があります。ファンの信頼も厚い。この男のレスリングというものはまさにプロレスの教科書といったところでありましょうか。この辺の技の展開いかがですか。そうですね、こういった技はボディーブローのように徐々に効いてきますからね。いい攻め方だと思いますよ。あ、なるほど。抱えます。エルボー。蹴りをぶち込みます。組みに行きます。フロントからの締めを見せてまいります。ハンマーを振りかざします。腕を決めてまいります。テイクダウン。外してまいります。エルボーを入れていきます。足を取ります。円錐切り。起こしてまいります。足を抱えます。あっと、エルボー。組み合います。サイドからヘッドロックの体勢に移行します。ロープに逃れました。腕をフックします。ブレンバスター。高速で投げてまいります。熱っこい展開に移行してまいります。ブレンバスターに取ります。ブレンバスターで投げ捨てます。決まり具合どうでしょう。ちょっとずれてますね。蹴ってまいります。行くのか。コーナーに振った。ドロップキック。
腕を回します。肘を打ち込んでまいります。組みに行きます。返してまいります。体を預けます。ロープブレイクです。足を取ります。足を狙ってまいります。コーナーに登ってダイビングギアチェンダー抱えます。ブレインバスターで投げつける。ギロチンを落としていった。立たせていく。おお、架空を見上げたか。組み合った。あっと、うまく切り返した。キーロックで固めていった。岩壁の母の胸に抱かれました。ブレインバスターで叩きつける。気合を入れた。引き起こす。ガチッと組み合った。逆に振り返した。そのまま後ろに投げていった。ドラゴン行くのか。投げっぱなしのドラゴンスープレックス。一気にスパークするのか。腕をフックした。させません。小脇に抱えた。エルボーで切り返す。湧いてこい俺の力。バックに回った。バックドロップがきれいに戦術を広げた。ローザ行くのか。あっと逆にキック。後頭部返事。抱き起こす。サイドを取った。ひねりの効いたバックドロップ。一気に行くのか。いけるか。ロープに振った。そのまま浴びせていった。どっから来るんですかこの力は。そうですね、意地じゃないですかね。もう気持ちだけですよ。トップオブかムーンサーラス。技の仕掛けが早いですね。勝負に行ってますね。ええ、あっと逆に腕を取った。腕折りか。一気稼いでいく。ノーザンライトから一気に腕しぎりコース。ロープに逃れました。いけるか。あっと切り返した。ここで持っていくのか。ガテッと組み合った。あっと返した。起こした。小脇に抱えた。エルボーで返す。放っていくのか。トップロックからミサイルキック。引っこ抜きか。あと逆に返した。一気にスパークするのか。ガッツリ入った。嬉しい逆十字。ロープブレイク組み合った。飛行機台から固めていった。カウント 2.5。 あと逆に捉えた。エンジン蹴り。一気に両立するのか。15分経過。15ミニットパー。組み合った。あと逆に切り返した。膝十字に持っていった。ここでロープブレイク。腕を回した。ブレッドスターで切り返した。フィニッシュに持ち込むのか。ブルネルソンの体勢。バット投げ捨て式。カウントは入る。危ない。カウント2であります。いけるか。
き起こす。ブルネルソンの体勢。今頭打ったんじゃないですかね。脳天下だか打ちつけたか。王が入る。抱えた。ダブルアームスープレックス。そのまま体固め。カウント2.9。ガツッと組み合った。ボディスラムで叩きつけた。抱き起こす。組み合った。さあがっつり決まった。これはちょっと苦しいですね。ブロックした。起こした。エルボーで切り返す。決めに行くのか。ガツッと組み合った。マンチュガッツリとし、ここで無念のゴング。強力なタッグが結成されました。今2つの魂が1つになってまいります。さあ 1+1 が3にも4にもなる高タッグ、今日もあうんの呼吸を見せつけていくのでありましょうか。ガンガン行け。タクマッチ45分一本勝負を行います。青コーナーエディットレスラー行け。頑張れ。エディットレスラー頑張れ。赤コーナーエディットレスラー、ガンガン行け。エディットレスラー頑張れ。頑張れ。
レフリー田山雅夫。頑張れ。沈黙の中にハイトーンの鐘の音が響き渡ってまいりました。さあ放送席は桃田さんにおいでいただきました。両者の表情なんですがね、どのようにご覧になりますか。まあ両選手ともいい顔してますよね。体調もいい証拠じゃないでしょうか。となりますといい試合を期待したいところですね。そうですね、期待できるんじゃないでしょうか。ショルダータックルで倒します。ランニングしたおっと、円形のバッファロースイーパーに持っていきます。張ります。組み合います。倒してまいります。実況席まで鈍い音が聞こえてまいります。腕を固めて頸動脈を締めていきます。蹴りを見舞ってまいります。乾いた音が館内に響きます。このあたり一発一発が重いですね。そうですね、これはダメージがあると思いますよ。パスガード抜けてまいります。このあたりうまいですね。そうですね、こういった攻めっていうのは試合の流れを自分のリズムに持っていきますからね。立ってまいります。おっと逆に捉えた。こういうのは効果的ですよ。技の威力を半減させますからね。なるほど、土台から崩すというわけですね。フロントからのキック。腕をフックします。脳天砕きブレンバスター、このポーズです。グーを打ち込みます。掴みます。アップエルボー、蹴ってまいります。キックを打っていきます。ロックアップ、フロントからの締めを見せてまいります。ハンマーが襲ってまいります。容赦のないキック攻撃です。引き起こします。ナックルを打ち込んでまいります。腕を捉えます。腕を決めてまいります。ああ、このあたり気迫がすごいですね。そうですね、いい顔してますよ。汗がミストとなって飛び散ります。逆に返します。組みに行きます。フロントのヘッドロックに取ります。ハンマーを振りかざします。おなじみのポーズです。掴んだ。ヘッドバット抱えます。打たせません。グーパンチです。行くのか。逆に振り返した。ここでタッチです。掴んだ。キックで返します。掴みます。ラフな展開になるのでありましょうか。掴んだ。意地を打ち込んでまいります。行くのか。ロープに振った。巻き上げてまいります。フロントからのキック掴みます。エルボー掴んだ。逆に切り返します。起こします。腰を落とします。させません。
蹴りを見舞ってまいります。ロックアップ、ロープに飛ばした。バックからスリーパーに入ります。組みに行きます。スモールパッケージで丸める。カウント2で返します。顔面を捉えた。これはもう精神力で打ってますよね。そうですね。さあがっつり決まった。これはちょっと苦しいですね。チョップ強烈、ジャブを打っていく。あっと、ドロップキック。10ミニットパス。リングに戻ります。リングに戻ります。ここでタッチだ。組み合った。場外に落とした。場外に降りる。あっと、戻る時を狙った。サンセットフリップ。起こした。いけるか。バックドロップ、岩石砕け散る。リングに戻ります。リングに戻ります。首根っこを掴んだ。ブロックした。小脇に抱えた。させません。パンチ、ガツッと組み合った。ロープに振った。バックに回ってスリーパー。立たせていく。おっと、急所を打ち据える。このポーズ、引き起こす。バックを取ってエルボーで切り返す。キチンシンク。相手を挑発した。アーブロックで決めていった。頭を掴んで厳しい攻めを見せる。いけるか。15分経過。15ミリパッチ。あっと、顔面か。放っていくのか。ギロチンドロップ、強烈。抱き起こす。エボー、トップロープを奪う。膝バケだ。組み合った。バッと返した。大変な死闘になりました。戦いの中に喜びを感じ、涙を拭いきれない。さあ、腕しぎの体勢だ。すごい顔で打つ。ブレインバスター行く。ブレインバスターで叩きつける。マウントを取った。おっと、外した。登ってミサイルキックで発射された。掴んだ。蹴りをぶち込む。腕をフックした。打たせない。抱えた。ブレインバスターで投げつける。
こす。さあ担ぐのか。腕を取った。アーブロック、アーブロック、ノープブレイク。頭を掴んで、あっと狂気攻撃。ここでノープブレイク。腕を回した。ブレインバスターに投げつける。そのまま体固め。ロープに逃れました。ガチッと組み合った。コーナーに振って、ラリアット投げ倒し。カウントは入る。ロープブレイク、ロープブレイク。20分経過、抱えた。 20 minutes back。 バット逆に投げていった。組み合った。ロープに振って、小股に挟んだ。今危なかったですね。そうですね、危なかったですね。うまく切り返した。ここでスイッチ。勝負ですよ。テイクダウンを奪った。あとうまく切り返した。ハイキックソフトロブ、湧いてこい俺の力。抱き起こす、コブラクラッチの体勢。あと返していった。いけるか。強烈に締め上げる、ハンマーパンチ強烈。ここでスイッチ。つかんだ。25分経過、噛みついていった。いけるか。すごい形相で締め上げていく。ハンマーを落としていく。愛を預ける。ホールを返すっていうのは意外とスタミナを使うんですよ。だから何回もホールされるときついですよ。あ、スタミナをロスするわけですね。蹴り上げていく。
ウントに捉えた。フロントサプレックスで引っこ抜いた。起こした。カッキーカッターが決まった。エビに固める。カウントトゥー。組み合った。場外に落とした。バックに回った。逆にバックに回った。あとスクールボーイで丸める。ブレンバスター行くのか。ブレンバスターで投げつける。リングに戻ります。リングに戻ります。バックを取ってエルボーで返す。フィニッシュに行くのか。岩壁の母の胸に抱かれました。ガチッと組み合った。ここだってキラッシュ。強烈。全体重を浴びせた。シュッホールド。トゥーカウント。まだ足りません。掴んだ。エルボーを入れていく。頭を掴んで容赦のない攻めだ。エルボー強烈。ガチッと組み合った。逆に返した。立たせていく。腰に手を回した。エルボーで切り返す。コブラクラッチに取った。あっと返した。抱き起こす。腕をフックした。オクラマスタービートで叩きつける。逃れました。ここでタッチだ。いけるか。逆に返した。引き起こす。気合を入れた。肉体を躍動させる。コブラクラッチの体勢。あっと返していった。カバーした。ロープに逃れた。組み合った。逆に返した。立たせていく。あっと逆にキック。さあ首をかっ切った。いけるか。あっと逆に倒した。抑え込んで。カウント 2.5。 まだまだです。スコーピオンデスロック。サソリが食べ。ここでロープブレイク。バックサッチキック。体を預ける。We'll be right back.
全てが未知数であります。この男入場してまいります。行けよ、頑張れ。シングルマッチ30分一本勝負を行います。青コーナー、頑張れ。エディットレスラー、行け行け、頑張れ。赤コーナー、頑張れ。エディットレスラー、頑張れ。行け、頑張れ。レフリー田山正雄、頑張れ。のゴングが打ち鳴らされました。さあ桃田さん、正直見どころはどういったところになりますかね。そうですね、互いに今日は負けるわけにはいきませんからね。最後はもう意地と意地のぶつかり合いになるんじゃないですかね。そうですか。さあではそのあたりを注目してまいりたいと思います。腕を取ります。腕を殺してまいります。あっと膝蹴り、ロックアップ、フライングメイヤー、ショルダークロー、肩口を締め上げます。蹴りを見舞ってまいります。掴んだ、乾いた音が館内に響きます。フロントから落としてまいります。張ります、蹴ってまいります。先ほどから館内のボルテージがすごいんですが、戦っている時ってお客さんの声って聞こえるもんなんですか。いやあのね、全部は聞こえないですけど聞こえますよ。まあ苦しい時とか本当頑張れますからね。ファンの声援っていうのは本当ありがたいもんですよ。そうなんですか。意地を打ち込んでまいります。抱えます、させません。掴んだ、派手さには欠けるものの、その基本に忠実な試合運びには定評があります。ファンの信頼も厚い、この男のレスリングというものは、まさにプロレスの教科書といったところでありましょうか。組み合います。倒してまいります。熱っこい展開に移行してまいります。ロープブレイクです。行くのか。フライングメイヤーで倒します。エルボーを入れていきます。組に行きます。逆に振り返して、トップロープから流れ落としていった。ストンピングを叩き込んでまいります。カウント 2.5、 担ぐか、エルボーで切り返す、ドロップキックが突き刺さる、ガジェット組み合った、巻き投げで切り返した。今のは綺麗に入ってますよ。
の首をかっけったぞ。足を殺していった。あっ、正面ガファリプレス圧殺系だ。ハンマー気味のパンチ抱えた。あっ、逆にパンチ。あっと、エンジン切り。アームロック、アームロック。いけるか。ロープに振った。ボディアタック強烈。掴んだ。あっと、逆に蹴っていった。全体重を乗せたエルボー。腕折りに持っていった。首根っこを掴んだ。逆水平。決まり具合いかがですか。これは綺麗に決まってますよ。弓を引くナックルアロー。チョップ強烈だ。おっと、足を決めていった。岩壁の母の胸に抱かれました。組み合った。ロープに飛ばした。コブラツイストに待っていった。ガテッと組み合った。あっと、逆に投げていった。腰に手を回した。スリーパー落とすのか。ロープに逃れました。腕を取った。あっと、切り返した。担ぎ上げるのか。エルボーで返す。バックを取って、エルボーで切り返す。10ミニットパス。腕をフックした。オクラホマスタンピート。ホールを返すっていうのは意外とスタミナを使うんですよ。だから何回もホールされるときついですよ。ああ、スタミナをロスするわけですね。引き起こす。組み合った。逆に返した。強烈に決めていった。頭を掴んでブロックした。バックブロー。足を打ちつけていった。頭を掴んでストバックに突き刺さった。倒していった。そのまま締め上げる。起き上がり拳の逆水平ジャンプ。2位を落としていく。あっと、脇固めに取った。首根っこを掴んだ。逆に振り返した。させません。小脇に抱えたバックドロップが綺麗にセンスを広げた。あっと、バックブロー。フィニッシュになるか。もう精神力としか言いようがないですね。意識はないと思いますよ。完全に無意識で返してますよね。バックを取って、エルボーで返す。奥歯を噛みしめた。あっと、返した。カウント3つ、カウント3つ入りました。
全てが未知数であります。この男入場してまいります。頑張れ！いけ！シングルマッチ、時間無制限、一本勝負を行います。青コーナー、ガンガンいけ！エディット、レスラー！頑張れ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 ！赤コーナー、レフリー田山正雄、頑張れ！木槌がゴングの眠りを覚ましてまいりました。さあ桃田さん、会場はもうすごいボルテージなんですがね、一言お願いします。そうですね、この熱気すごいですからね。まあ当たり前なんですが、いかに冷静に試合を運べるか、それがポイントになると思いますね。ありがとうございます。逆に投げてまいります。ストマックを狙ってまいります。抱えます。ブレインバスターで叩きつけます。組み合います。逆に返します。フロントからのキック、チョップがうなってまいります。パンチで返します。行くのか。逆に振り返して、汗がミストとなって飛び散ります。キックを打っていきます。ハンマーを振りかざします。腕をフックします。外してまいります。掴んだ。キックで返します。ロックアップ。逆に振り返した。アウト、エルボー。ゴツゴツした鈍い音が響きます。組みに行きます。ロープに振った。ローリングしたのキック。さあ、まさにレスラーという雰囲気をオーラのように押し出しております、この男。アスノでも程よいと思われるその背中は、まさに五光が差しているかのようであります。さあ、今宵はどんなファイトぶりを展開していくのでありましょう。注目であります。ロックアップ。フロントからのヘッドロックに移行します。ハンマーが襲ってまいります。背後からキャメルクラッチに移行してまいります。組み合います。逆に振り返して、なだれ式のブレーンバスター強烈。抱えます。 DDT バックを取ります。かわず掛けで倒します。エルボー掴みます。させません。
ブレンバスターに取ります。ブレンバスターで切り返します。蹴ってまいります。行くのか。ボディースラムで投げてまいります。蹴りを見舞ってまいります。気持ちが前に出る姿っていうのは見ていても気持ちいいですよね。そうですよね。なんかスカッとしますよね。コーナーに振った。高周波数の音が館内に響きます。腕をフックします。打たせません。腕を回します。プレーバスターで投げつける。腕を回した。ブレインバスターで叩きつける。テキサスクローバー、岩壁の母の胸に抱かれました。脳天を強烈に打ちましたね。脳天直下型か。首根っこをつかんだ。小気味のいいコンビネーションだ。キャメルクラッチで強烈に締め上げる。引っこ抜きか。投げっぱなし。パワーパーブ。ブレンバスター行くのか。直下式ブレンバスター、キャメルクラッチに移行する。担ぐか。ストラックリッチシャザーヘルミルスペシャルで強烈に締め上げる。ガチッと組み合った。そのまま叩きつけていった。組み合った。締め上げていった。蹴っていった。もう放送席まで痛みが伝わってまいります。あのね、これは相当きついはずですよ。腰を落とす。バックフリップ強烈。片指に持ち込む。コメントお願いします。両選手の頑張りに。そうですね、ここからどっちが技を畳みかけるかですね。弓を引く鉄拳。いけるか。フロントから落としていった。バックに回った。逆にバックに回った。背骨に打ち据える。腰に手を回した。コブラツイストに持っていった。ロープに逃れました。蹴り上げていく。起こした。バックを取って。プロレスの芸術品ジャーマン。危ない。カウントリーテンキュー。バックを返した。掴んだ。そのまま後ろに投げていった。キック。腕をフックした。